ボンジョールのエアデスイニッチアモイオソノダ DJ めぐみタモン、さあタモンめぐみがお届けをいたします。チャオランブレッタ、今週も土曜お昼12時から最新回のお届けでございます。ご視聴ありがとうございます。ね、気づきました？いつもとちょっと違うでしょ。そうなんです、今週はですね、ゲスト様リモート参加いただけるということで、ちょっと特別にね、このチャオランブレッタを、管理してくださっている秋葉原スタジオさん、中山写真さんのスタジオにお邪魔をして収録という形にさせていただきました。で、もう実はね、すでにちょっと収録今お話を終えさせていただいたんですけれども、めちゃくちゃ面白かった、私めっちゃ楽しかったですけど、ちょっと冒頭回線がちょっと不安定なところもありまして、急にね映像が綺麗につながったので、収録上はポンと始まってる感じになっております。それも踏まえた上で、今週のゲストさん誰かな、めっちゃ素敵なあの方、ではご覧ください。始めちゃってもいいですか？あ、全然いいですよ。私マスクした方がいいですよね。もう別に画面なんでしてなくても、ただ玲子さんの画面がどっか行きました。なんでだ？画面消えた。私どっかおっしゃった。あ、大丈夫。私今ね、髪の毛で聞けてたみたいなね。なんでだ？よいしょ。ちょっと待って。あ、映りました。映った。ペスキよ、ペスキよ、夫です。これはね、もう暑い。りょうさんね、撮っていいよ。 ありがとうございます。外行くかじゃん。外行きましたよ。ありがとうございます、れいこさん。はい、そう、今日の松本のお天気はどうですか？もう大変よ今。ほら、こう青空、すごい羨ましい。青空って、洗濯機のコマーシャルは古いですな。すごいよね。ね、こうペーファー、はい、今、うん、お客様がこんな日ですが、はい、雨予報だったのに、ほら普通のライダーなのにこんな格好してくる人いますね。山本さんです。インドに行く山本さんです。 YouTube よ、AR 出てる人電話中だって。保険屋さん仕事の電話中だって。やばいやばい。で、あの人はね、はい、あっちの方に山がいっぱいあるんですよ。見えますよね。あ、見えます。はい、あっちに山が、うん、見える。あっちの山に林道が、オフロード林道がいっぱいあって、うんうん、それで今山本さん、山本林道って名前つけちゃったんですけどね。行ったら焦げちゃってね。あら、あら、まあ、皆さんお気をつけて。山本林道って。れいこさん、林道で焦げるとみんな名前ついちゃう。れいこ林道もありますよ、ね。すごい、あれこ林道。すごい、わかります。こっち行くと、はい、軽井沢方面よ。それこそ、こっち行くと浅間山がある方なのね。れいこさん、ちょっと東京はこっちで、ちょっとね電波が悪いみたい。あ、そうそう、外に行くとね、うんうんうん、じゃあ中に入ろうか。今日は、はい、うん、ちょっと待って、はい、はいはい、見えてる？はい、見えてます。見えてるかな？見えてます。お客様が、はい、今女子が来ましたよ。ほら、すごい。この人は顔出し NG なので、顔今出てないからな。そうですね、ヘルメットお姿ぐらいで。ようちゃん、はい、ヨウちゃんで、うんうん、タモンエミさんですよ。はい、タモンと言います。こんにちは。こんにちは。CB ね、CB の女ね。で、今日は中に今から行くと、このなんとほら、うん、セローの新しいバージョン。あ、誰なの？三上さんって長岡から来てくださって、うんうん、トチオの油揚げと一緒に来てくださいました。それでこっちが私のね、はい、こっちのセローが私のセローね。あ、そうだ、れいこさんの2016セローと、はい、こっちの新しいセローと今 CB 君ですね。朝霧の時もセロー乗ってらっしゃいましたよね。そうそうそう、ですよね。チェッチェルチェッチェッチェ、お店入ります。お店入ります。はい、ありがとうございます。どうでしょう、うちほらすごい、いつもお写真で見てましたけど、こう動画で見せてもらうとより臨場感がありますね。
ありますよね。あります。勉強ってよかったよ。でも、うん、今まずここにこう入店で手洗っていただいて、そう、あ、そんなところに手洗い場もこれ作ったのよ。すごい。このナイフをつけました。対策万全ですね。で中入りますよ、うん、はい。今はもう通常営業されてますよね、はい、今、うん、そうだよ、ね、11時からですよ、はい。一時ね、まあ、自粛という形で閉めてらっしゃいましたけど、そうなのよ、ね、もう1ヶ月以上ね、はい、あれでね。でもやっぱり皆さん玲子さんに会いに、ね、平日でもお客さんいらっしゃってますね。素敵です。ね、え、今日は朝遅い時もあるし、うん、朝の、ね、出足が遅い時と早い時だって、今日は早いですね。でこの人も前山さんも、はい、この2人、山本さんと、はいはい、ね、この前山さんね、女子ね、うん、マグザムでね走るとね、峠閉めてね、すごいんですよいや、みんなかっこいいうん、多分、はい、上手ということで言うと、うんうん、ベリファ女子の中で一番上手。おこちらのお嬢様、ね、お嬢様ではないですよね。レイコさん、今ベリファカフェのグッズはどんなものがあるか見せていただいていいですか、はい。グッズですか。そう、レイコーファンの方がペレファカフェに行った時にゲットできるもの、うん、グッズ教えてください。ゲットできるものありますよ。お願いします。じゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃ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 、あ、何それ。ムクロジでございます。ムクロジって何でしたっけ。なんだっけ。じゃーん、かわいいぞ。お守り、これそんなに出さなくて、はい、見えてます。ムクロジってこれなんだっけ。木があるのよ、ムクロジっていうね。あ、はい。それで羽子板のさ、うんうんうん、羽の下に黒いのついてるじゃん。あ、はい、黒い大きい、うん、身みたいのがあるじゃない、はい、うん、こういう、うん、あの丸いの、はい、黒い身がこの中に1個入ってます、うんうん、へえ。それで、はい、ムクロジのその身のとこにはサポニンっていうのがあってね、はい、タコニン、タコニン、うん、石鹸になるんだけど、石鹸の元になるんだけど、はい、それが虫を寄せつけないので、うんうん、無病息災、ね、子どもの健康祈願に、うん、とても良いというので、はい、でお釈迦さんの、大好きなものだったんだよね、これね。だからお数珠にもなったり、羽子板の羽根になったり、そうなんだ、すごいんですよ、はい。で、これライダーの SSDR にそれこそ行く人が、うん、会社名は言えないんですけれども、はい、会社で、はい、イベントで使おうと思って、はい、3000個用意したのねそしたらコロナになくなっちゃって、はい、そう、うち2000個来てであと300個ぐらいあります。あ、すごい。でも皆さんの元にだいぶ渡りましたね。そうそうそう、すごい の、 孫に家族に、うん、お友達にということでどんどんなくなって、すごい。 でも夏いっぱいあるから、はい、ぜひ持ってってください。もういろんな色ありますんで、すごいですよこれ。ちょっと私もちなみに分解してみましたよ、はい、これね。あ、お願いします。その300個なくなる前には伺いたいです。ちょっとねコロナに気をつけながら。本当ですよね、はい、ぜひぜひこれがなくなる前に来てちょう。はい、行きますの万全にして、ね、あとね、ゲストできるっていうと、はい、ま、単車クラブもありますよ。今日、はい、今日来るんじゃないかな、単車クラブ。うん、最新号。そう、これは、はい、まあ、前のっていうかね、今売ってるやつですけど、うんうん、はい、今日明日発売だからもうそろそろ来ますよ、うんうん、今回はどんな記事ですか、単車クラブの中で。マグカップもあります。あ、本当だ、キャンプにも使いやすいシェラカップ、はい、マグもあるし、あ、そうそう、シェルカップ、うんうん、それでこれがマグカップ。あー、かわいい。あ、それ2つ合わせると2メートル離れてるの。あ、すごい、ちゃんとソーシャルディスタンスだ。今のマグですね。うまいでしょ、すごい。あ、お客さんだ。あ、いらっしゃいませ。あ、どこでもいいでしょ、初めていらっしゃ初めての方。あ、違う違う何回目ですみたいな
すごい。でもお店の中もいろんな、ね、いろんなきっと玲子さんにご縁のあるこうものが飾ってたり楽しそう。もしもし、あ、聞こえますか。もしもし、やだ話したよ。何何やだ何何全然わからなかった。イロオカ事件のドカを売っている人でしたね。あ、ちゃんとこう今こう辻褄があったんですね。あの人だって。そう初めてかしらとか言ったら全然違ったお店。お店広いですね。空間がすごくたっぷりあって、そうですね、40畳ぐらいありますね。おで前朝霧でやっていたのも40畳だったんで、40畳の女って感じですね。40畳の女そこから広くはなれない。広いと人を雇わなきゃいけない。人を雇ったら儲けがない。でもあの玲子さんの私朝霧 の、はい、あのフェアリーテールカフェで、そうそうそう、そう、あの塩焼きそばをねいただいたんですよ。はい、あの粉チーズを最後にかけてくれる塩焼きそばをあの時いただいて、めちゃくちゃ美味しかったの。あれもね、ね、あのペイさんが、ね、シェフでやってらっしゃるんですよね。今も焼きそばがございまして、はい、見える？あ、見えます見えます。ダカールカリー、ね、上3つがご飯もののカレーで、ちょっともうそれメニュー名が焼きそばですね。焼きそば3種すごい。なんかもう焼きそばね、とてもね安くてね、はい、この目玉焼きそばっていう、よいしょ、この子、はい、手が1個しかないからね、700円なんですよね。そう、これがその塩焼きそばに近いんですけど、まあ、ソース味ですけど、焼きそば700円に350円分の、飲み物がついてくるわけですよね。それサービスしすぎですよ。ね、あとあのヤギさんのチーズも、チーズは今作ってらっしゃいます？ヤギチーズ。チーズないんですよ。あ、そうか、今はお休み中でしたっけ？あ、止まっちゃった。固まっちゃった。あ、ちょっと固まっちゃったかな？ちょっと固まっちゃってますね。でもお店ね、固まっちゃった。今つながりました。今つながりました。ヤギちゃんはですね、そう、あのいっぱいいたんですけどね、もうすいません、ね、13歳ぐらいなんだ。ね、お昼時のにぎわってる時に本当にありがとうございます。聞こえるかな。でね、れいこさん聞こえるかな。もしもし、はいはい、あ、つながった。でね、次、もしもし、 ありがとうございます。もしもし、あ、聞こえた聞こえた。あ、なんかまたすごいバイク止まってるし。これパリダカ号ですよ。ですよね。それも飾ってるんですね。あ、すごい。なんかもうさらっと出てくるものすべてがもう玲子ファンにはたまらないものしかありませんけども。ね、玲子さん、玲子さん聞こえますか。ちょっと電波悪いな。魂でございます。あ、です。ありがとうございます。みんなその販売 CSR で走らせろって言うんで。おお、次の SSTR で走る。そう、面白いでしょ。面白い。面白い、ね、走った場所とかも乗ってたり、ね、はい。でね、れいこさん、もう時間、あ、もう時間じゃないんですけど、あのちょっと電波が時々悪いです。走ると壊れる。そうで、あのれいこさんはあの、はい、きっと皆さんこう SSTR のゲストで来てくださったり、あと、まあ、今単車クラブで、ね、こう記事書いてくださってたりとかで、あのそういう、なんでしょう、今の活動をご存知の方も多いと思うんですけど、れいこさんのその、まあ、原点的なあのコラムが今電子書籍で買えるんですね。はいはい、私調べてて、あ、そうそうそう、電子書籍に今手に入るじゃんと思って、そう、 2年くらい前に担当者の方がここに来てくださって、はい、それで写真選んだりなんだりしながらね、じゃあ写真とかも新しくなってるんだ。あの日本一周乙女の一人旅、これですよね。え、これってどれ。あ、あるんだ。そう、日本一周した時の地図、
おお。これが白地図見えます、ね。見えます。で、この写真も見えます。見えます見えます。ここだからこうだな。おお。で、カスラーのナンバーがなぜか。はい、すごいな。一人旅の様子が出ておりますよ。うん。ね、日本一周コーナーとパリ高コーナーといろいろだからまだ本は出てなかったんであの時ね、ここに置いてあるこんなちっちゃい読者の人がこんなコピーしてくれたので、はい、お客さんは見ておりますね。そうなんだ。じゃあ玲子さんにゆかりの買ってくれみたいな、ね、はい、いやだって本当今、ね、ね、こう あの本欲しいけど手に入らないって思う方も多いと思うので、ね、電子書籍で、そう、ね、そう、私も見つけてすごいラッキーだと思いました。あれね、めちゃくちゃ面白かったですよ、うん、日本一周乙女の一人旅。まだモノローグしか私ごめんなさい読めてないんですけど、めちゃくちゃ面白いです。面白いですよ。めっちゃ面白い。なんかね、こうね、こう動いてる玲子さんとのお話も楽しいけど、文章に落とし込まれてるなんか玲子さんの考え方とかが、やばい、この人めっちゃ面白いって、なんかすごい改めておかしいよね。素直に書いてるでしょ、何にも考えずにね。いやもう今もあんまり考えてないけど。そんなことないです。でも一応これ読むと、あの人困るなとかさ、考えるけど、はい、あの頃何にも考えてないって思った通りバーって書いてね。でもきっとね、その、ね、その当時の玲子さんをすごくこう溢れ出る、楽しませていただいてます。ありがとうございます。あとここにね、うん、最近あのちょうど短写クラブで、はい、この号で8月号で書いたので、うん、はい、その元になったファラオラリーの本ここに置いてあるんですけどね。あ、うん、でこれもさ、うん、原稿書くんで読んだのよ、はい、うん、そしたらさ、うん、死ぬほど面白かった。面白い面白い。もうね、これもね、書けない、もうこんなもの。というわけで、はい、みんな読んでねって言ったら売ってないから、みんななんか図書館で取り寄せてもらうとか。それでね、読んで Amazon でもあるんだけどね、うん、なんか5000円とか1万円とかね、でクリックしても買えないみたいな感じみたいよ。もうプレミアついちゃったのかしら。ねえ、なんかそれもね、こうみんなの声が集まればね、また再販、ね、やっぱ紙の良さとか、まあ電子書籍だとしても本のスタイルで読む、ね、良さっていいよね。ちょっと待ってね。はい、大丈夫ですよ。あのね、うん、顔を斜めにしてね、喋ってたら、すいません、そうですよね、こう今ね、お水飲みます、ね、申し訳ない、 ありがとうございます。お水がいってるんだろうか。よっこいしょ。この時期だからさ、咳するとさ、はい、やばいよね。まあ、あのでもね、たくさん話し続けていただいてると、あとね、やっぱこうみんなマスクをして接客とかもねされるから、余計に声張っちゃいますよね。私は鼻をかみながら。やっと素顔の玲子さんを、素顔の玲子さんが涙。見ながらねみたいな。でも玲子さん今ね、あの松本に引っ越しされて2年 ?3 年目、うん、2年 3年、こっちはね、うん、もう7年目に、あ、本当ですか、うん、ダメだ、私時代なんかこう自分の中で時間が止まってる。ダメだ。そっか、でもね、それだけこう心地よく過ごしてらっしゃるんですね。2013年に、そうだってもうね、いいところだからね、雪とかもいっぱい降るけど、うんうん、最初雪ないよって言ったら、うん、1メーター50ありました、1メーター50。なんか身長ぐらいありますよね。ね、びっくりしたよね。でもね、毎日ね、今はね、コロナだったでしょ、うんうん、だからね、自粛中はね、ずっとね、庭いじりやってたの。周りが面白くてさ、うんうんうん、昨日もやりすぎちゃって、それ手が動かなくなっちゃって、でバイクが増えたんだけど、 BM の CS650、うん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 、スカーバーっていう
と、はい、ガスがバネ指になっちゃって死んじゃうのと今だからまたバイクに乗れますね旦那が全部私も乗っちゃってすごいずるいんですけどまあ、あれで胴体テストしてくれてると思いましょうね、たまに乗っとかないとへそ曲げちゃいますもんねバイクねでねれいこさんあ、ちょっとそうですね、そう聞こえた、もしもーし、ショートコーナーですよ、もしもーし、もしもし、聞こえてますよ、今聞こえました。でねれいこさん、はい、この番組YouTube で、やってるチャオランブレッタという番組なんですけども、あ、はいはいはい、なんかランブレッタも乗られたことがあったと伺いまして。ランブレッタはね、小さいのがあったんだよね、うんうん、昔、うんうん、絶対ね、うんうん、あったよね、ありました、ありました。それを、うん、遥か彼方、うん、私が二十歳過ぎぐらいの時に乗ったという記憶があるんですけど、うん、ちょっと今それを、うん、ごめんね、お水がなくなっちゃったね。あげてください。ね、私ね、ここにね、自分のね、こんなの味噌を見なんで、自分の本がいろいろありましてですね、うんうん、今その中で紹介をしたはずです。あります？よよ、バックナンバー全部取ってらっしゃるんですね。あのね、うん、あ、誰かがどこかへ、ね、雑誌のお仕事も、ね、ずっとやってらっしゃった時に、なんか乗ったと思うよって教えてくださいましたもんね。一冊丸ごと 50cc の本を書いたんですよ、うんうんうん、でそれがファミリーバイクの本で、うん、私日本酒が帰ってきてすぐにその本を書いて、それが全部、うん、ヤマハ買い取りというすごい、おう書いたら全部売れたというね。あ、すごい、さすが。でもね、その、うん、今それはね、ここにあるはずなんだけど、なんかどこに消えただろう。わかりました。じゃあ今度私が伺った時に見つけたいと思います。そうですね、そこにランブレッタがいるはずなんだけど、というわけなんですよ。いない。そういうのもなんかこう、れいこさんのお話を聞きながらこう著書を見て宝探しみたいな感じがしますね。そうですね、あの記事はこの本のこの辺にきっといるはずっていう。あ、それ、へえ。賢いファミリーバイクの選び方、ね、それ、モデルはれいこさん、八草かおるもいますし、モデルも私全部試乗して、はい、それで外車コーナーみたいなのがありましてですね、うんうん、はい、ハロー見ながらね、ページ見つかります？ありそう？あー、すごい、なんか、あ、お、楽しそう、ボロボロに破れてるしねベスパはあったと、うんうん、あ、スンダップと間違えてたかな、おあ、リタルジェット、ランブレッタじゃなかったよね。ランブレッタじゃなかった？ランブレッタじゃないじゃんね。でも当時ね、ヨーロピアンスクーターとかそう、ランブレッタは、ね、多分今以上に 50cc とかファミリースクーターのラインナップすごかったですよね、うん、すごいよ、イタルジェットあるわ、なんだこの、うんうん、おまったな、すごいすごいね、それ全部乗ってさ、私これ、うん、そうよ、ランブレッタじゃ乗ったことないじゃん。あ、じゃあちょっと今度あの今の復刻したランブレッタ、うん、ちょっとチャンスがあったら乗ってみてください。そうですね、どんな感じなんですか、教えて。あのね、すごくよく走りますよく走るどんなステーションが一番楽しいの？あのね、こうボディは50と125、200全部統一なんですよ。で、あの、まあ、モノコックで、そう、50もあるの、今もあるんです。そう、あるんですよ。すごいね。そうで、まあ、あのフレーム共通だから、あの50でもちょっと大きく感じたり、逆にこう200でもすごいコンパクトに感じたりするんですけど、キビキビ走るし。タモンさんはどれが一番好きなの？はいはい、私ね、私125が一番好きなんですけど、実は。なんかこう、ほら、保険とか燃費とかこう、あとすごいキビキビ走る感じで。ただ、
ただまあ高速乗れちゃうんで、いいよ、ね、絶対ね、そう高速乗れちゃうからね、200も捨てがたいんですよね。そう、あそうだね、そうなんです高校はね、はい、で私ランブレッタでキャンプとかもするので、そう、あそう、はい、なので遠出する用に200を買ってますはい、そうね、オートバイ排気量ごとにも、ね、こうメーカーごとにもタイプごとにももう楽しさ全部違いますよね。そうだよね、そうだよね、うん、でもある意味面白い時代ですよね。おなんかこうなんていうの、うん、今いい時代に自分もリターンして、乗り始めたかなって思ってますよありがとうございます、ね、レコさんだから ね、 ね、あの SSTR、ね、開催日が、まあ、ちょっと延期になって10月の24と25で今予定されてますよね、はい、そこでまたお目にかかれるのをすごく楽しみにしてます。本当ですよ、ほらみんな貼ってる、サインはしてくれてるんですけど、すごいすごいすごい、うん、ポスターにね、あもうゼッケンのナンバーと一緒にもう出走表明みたいな感じですね。そうそうそう、うん、最初に、うん、決まった時にも書いてくれたし、それダメな人はそのまま残っていて、うんうん、次にねまたキャンセル待ちで入った人なんかもいっぱい入ってます、うん、ね、すごい、でも本当楽しみですよ。そうですね、例年は、うん、もうねわーっと走りますよ、走る、ね、そう、レイコさんも自走で来てくださいますもんね、はいはい、毎年ね、あもちろんもちろん、そうすごい、はい、もちろんだよ、すごいよ、ね、ありがとうございます。じゃあこれだけ去年のだね、そうだ、ペースケが手伝いと言ってますよ、あペースケがお前もう時間が、うん、ダメだわ、はい、かりました。じゃあレコさん最後にでも、ね、最後にあのリスナーさん視聴者の方に、はい、あの、はい、ペレファカフェにお越しのお客さんでも SSTR 参加の方でもちょっとメッセージいただいてよろしいでしょうか。あじゃあ SSTR の参加の方、うん、SSTR 参加の方、うん、タモンエミちゃんにメッセージをお客様はじめまして、あはじめましてちりはまで会ってる、今まで山本さんですよ、ね、メッセージどうぞ、ね、ちりはまで会ってるんじゃない、今までにタモンさん、はい、ちゃんとぐらい別にちりはまで待ってるよ、はい今年も楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあレイコさんも、レイコさんもあの私もあの300個なくなる前に行きたいし、千里浜でもぜひお目にかかれるの楽しみにしてます。300個なくなっちゃう前にあの羽子板のやつ、あこれ、ね、これね、そうそう、なくなる前に、そうそうそう、袋地、そう袋地、ね、はい、ありがとうございます。お忙しいとこありがとうございました。みんなバイバイはいかがでしょうか。お客様皆様ありがとうございますありがとうございましたはいバイバイ、はい、ありがとうございますじゃあ切ります。あ切っていただいて大丈夫です、はい、すいませんお忙しいとこ、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。収録は今で、はい、終了させていただきました。ありがとうございました。レゴさんまたすいません、改めてお礼のご連絡します。ありがとうございます。はいはい、じゃあまたね、はい、ありがとうございました。あスタジオに戻ってきました。いやーすごいすごいすごいね、今回はですね、チャオランブレッタ、そういつもといろいろ違うんです、まずこちら、そう小山台の、ショールームからお届けすることの多いチャオランブレッタ、またはイベント先からねお届けしているんですけれども、今回は、このチャオランブレッタの、撮影編集等々を担当してくださっている、秋葉原スタジオさん、中山写真秋葉原スタジオさんのスタジオにお邪魔して、そしてリモート収録という形でお届けをしております、しましたという感じでしょうか。ゲストさんね、三好玲子さん、もう憧れの人、憧れのライダー、憧れの女性と、もうあの彼女を私が何でしょう、こう表したい全ての言葉に、こう憧れの素敵なお姉さんっていう枕言葉をね、もう全部つけたい、そんなすごい素敵なお姉さんなんです、はい、もうきっとね
見ていただいてお分かりになったと改めてこう感じていただけたんじゃないかなと、まあ、ただタモンが玲子さんと喋ってるのが嬉しくてニヤニヤしてた動画みたいな感じになってるかもしれませんけれども、そんな三好玲子さんと私、近々ねご一緒させてもらうイベントは SSTR、チリハマで、次で何年目、あれ6年目って言ってたっけね、しんのすけさんに来ていただいた時、私ね本当に年号とか回数とかを覚えるのが下手でですねすいません、今年の 2020SSTR 日の出とともに、海岸線、そうですね、日本のこう南側太平洋側の海岸線から日の出を見てスタートをして、そして夕日を一緒に日本海側の千里浜で見て、こう乾燥したよねっていうのを味わおうという催しなんですね。もう今年はですね、エントリーは受付は終了しておりまして、年々こう規模がこう皆様からのリクエストに合わせてね、こうイベントも大きくなっているものなんですが、まあ、ぜひ開催してほしい、はい、私の願いです、はい、私も、この数年ですね、総合 MC という形で千里浜の会場のステージの司会を、大平、正彦さんと共にですね、司会をお届けさせていただいております。で、最近は他の会場何個かね、和倉温泉の会場とかにもゴールラインが増えたりしているイベントなんですね。だから玲子さんと私はずっと、彼女が以前やってらっしゃったその朝霧高原のフェアリーテイルカフェっていう、もうね富士の裾野のもう何もないというか本当に草原の道の途中に確か一本ねこうトーテムポールみたいなのが立ってて、そこに書いてたかそこの脇だったか、こうフェアリーテイルってねこう、まあ、標識があるんですよ。そこを曲がるだったかそこの先を行くだったか、まあ、なんせそれが目印になってる先に玲子さんがいらっしゃるっていうね、なんかこうたどり着くドキドキもだし、行った先のすごくこう動物がいて建物があってっていう、こう環境がねもうすごく夢のようというか素敵だなって思ってたところを、今また新たな形でね、長野県の松本で玲子さんがやってらっしゃるペレファカフェから今回中継とリモート収録という形で玲子さんにご参加をいただきました。いやー楽しかったで、まあ、この超ランブレッタはもちろんランブレッタ、そして、ランブレッタのショールームにあるファンティックとか SYM という車両のことを皆さんに知っていただきたいという思いも強くねあってお届けしているんですが、まあ、バイクが好きな皆さんに楽しさをね、バイクの楽しさを改めてこう共有させていただいたり、またはこれからちょっとバイク気になってるよなという方にどんなもんなんやろうかなと思った時にこう見て、もしね見ていただけたとしたら、なんかバイク乗りって楽しそうやんっていうのをちょっとでも感じてもらえたら嬉しいなという番組でございますということで、なんか私もこう玲子さんのねパワーでこうすごくアドレナリンが出てる状態で今こう余韻でお話をねさせていただいておりますけれども、チャオラブレター今週の配信お楽しみいただけましたでしょうか。毎週ねお届けする内容、ゲスト様いろんな方をお招きしてお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、毎週土曜お昼12時からのチャオランブレッタ、最新配信会が毎週土曜お昼12時からとなっています。バックナンバーも常にご覧いただけるようになっていますので、ぜひぜひお楽しみにしていただけると嬉しいです。いや今週のね、そう今週のイタリア語やねんけど、やろうと思ってて、で玲子さんにほらせっかくほらファラオラリーとかね、こうダカールとか、あとこういろんなこう旅とか、まあ、冒険というかこうバイクとともにやってらっしゃるので、なんかお気に入りのワンフレーズ教えてくださいって言おうと思ってたんだけど忘れたよねいやでもペレファカフェ平日でもとても賑わってらっしゃる、そんな中玲子さん本当にご対応いただきましてありがとうございました。きっとねペレファカフェの中をこんなに何でしょう、動画でお届けをして、しかもまあご本人のね、玲子さんご本人の解説付きでっていうのは、これ実はかなり貴重な映像になってるんじゃないかなと私思っております、はい
ぜひ霊光ファンの皆さんの間でちょっと見てみーやちゃおと、今週の回はちょっと霊光特集やぞというふうにも、拡散いただけると嬉しいかなと、私がぜひみんなに霊光さんの素敵な姿を見ていただきたいなと思ってます。さあそれではまあ今週はこのあたりで、皆さん今週この後も良い一日をお過ごしくださいね。チャオチャオ、ボーナジョルナータ、ノンコレーテ、グイダレピアノ、アンダンテピアノ、皆さん安全運転で、ね、焦らないでゆっくりと、そして景色を楽しみながら、オートバイ走ることも楽しいし、景色を楽しむ、旅を楽しむ、いろんな楽しみ方、ね、ソーシャルディスタンス3密には気をつけながら楽しんでいきたいと思いますよね。ということでパーソナリティタモンめぐみがお届けしました。チャオチャオ、また来週。